皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年8月の28日、14時52分、かこちゃんへの、メッセージと、相談なんですけども、ここ数日前に、4日ぐらい前に岡場駅の交差点で、土曜日か日曜日だったと思うんですけども、昼間15時ぐらい、僕は日傘として緑色の、傘を、持って行ってたんですけども、岡場駅の交差点の横通り過ぎましたでしょうか。髪の毛の長さはだいぶ長かったので、そのテレビの放送とか、YouTube の動画を見ている限りでは、短い髪の毛でしたので、もうよくわからないですね。そもそも顔見てないんですよ。横誰か通り過ぎていったなと、走って、で後頭部しか見てませんので、まずどこの誰かわからない。でその後巨人が3連勝してるんですよ。でこういう卑怯な方を、佳子ちゃんじゃなかったとしても、佳子様じゃなかったとしても、別の人間もそういう方法を使うのやめましょう。で、さまざまな人間がこの辺りに今まで結婚話したしてない、スポーツの勝ち負け、関わった関わってないで、特に顔が綺麗になってきてる人たちに関してはもう完全にアウトですから、お金は払わない、顔を作るのには淡井圭介との約束を、利用していた。これじゃお話になりません。本当に裁判になった時大変なことになりますんで、気をつけていただきたいところだとは思います。で、この間のあきこちゃんの件が8月9日にあったわけじゃないですか。髪の毛金髪に染めていて、髪の毛くくっていてと。長さは大体これぐらい、もう少し後ろかな、これぐらいのところまでの長さで。で、ジョリーパスの前まで同行みたいな話。で、その時のあきこちゃん黒い、日傘で、顔を隠していたと。で、あれもともと2000年の頃にしてませんでしたっけ？2002年サンパレスロッコ、勤務時ぐらいの頃。ですよね。で、その当時も結局日傘をして自分の顔を隠してたじゃないですか。で、僕もしその横を通り過ぎたのが佳子ちゃんだったとしたのであれば、この間の4日ぐらい前の、土曜日か日曜日の、多分土曜日だと思うんですけども、14時15時それぐらいの頃の時間帯、岡場駅の交差点のところで、一応交差点で回ってる時に、信号待ちだいぶ時間かかってたんですけども、周り見た時に、特に誰も見当たらなかった。もしかしたら鳥貴族のところから急に出てきました。なりすましの人間とかもいますから、これはもうプロ野球業界の方としても、そういう卑怯な方法っていうものを使ってる人間が存在するっていうことで、それはもう巨人側の人たちも、注意してください。で、そのような方法で勝つべきではないと。で、いやもうこの話の内容を1から10まで説明していったら、もうとんでもなく非残虐的な人道行為になりますから、訂正、非人道的な残虐な行為になりますから、そういう法律があるんですよ。その内容に完全に抵触してますんで、していいことと悪いことをきっちりと区別をつけてもらわなかったら、ダメだと。で、今でももちろんこちらとしては佳子ちゃんと、結婚したいですし、幸せな生活を望んでますし、もし横通り過ぎたのが佳子ちゃんだったとして、動画に関しても動画やテレビの放送のニュースに関しても1年前のものを放送してるだとか、もしそういうことなのであれば、何をしてるかよくわからないんですよ、してることの意味は。で、自然と僕の方も
最初交差点見ていた時、全体的に特に心当たりのあるような人物はいませんでしたから、だからもう日傘で、もう顔を前隠してみたいな形ですね。まあ日光に当たりたくない、暑いっていうのが一番の大きな理由なんですけども、その時その時間帯特に歩いてる人も少ないですから、日中の夏場は。で、こういった現象を聞いてみて、まあ、佳子ちゃんと言うべきなのか、佳子様と言うべきなのか、それとも佳子さんと言うべきなのか、まあ、どう思いますかというところです。それとあと、12球団の人たちも、本当に、この内容、ひどいなと、えげつないなと。いうことで、ちょっとひどすぎるということで、皆さんちょっと自覚していただけたらなと思います。そのいろんな意味ですよ。その結婚問題もそうなんですけども、まあ、エネルギーの残存の問題の解決に関しても今のところ全く手つかずじゃないですか。河川水門外式玉発電とか、まあ、かまど発電等に関しても自宅で最近公開した動画で緊急災害時用の火の起こし方っていうことで、まあ、あれを行うとお鍋が黒焦げになってしまうんですけども、すすで、まあ一つ何かいらない鍋とかがありましたら、その鍋でああいうような火の起こし方っていうのができるんですよ。で、まあ、一応簡単な料理ぐらいは、できます。あんまりその高い温度になかなか持っていくのは難しいんですけども、ああいうふうなことも行ってみて、まあかまど発電等に関して、まあ薪ストーブぐらい、まあかまど発電、やっぱりかまど発電ですね。で、まあとにかく発電をするみたいな形にはなると思います。で、まああとはもう場所によります。あとはゴミの仕分けの仕方とかははっきりと決まってきた時ですね。で、まあ今回はまあ佳子ちゃんへのメッセージですので、基本的に、あとはまあプロ野球業界の人たちに、状況を聞いてもらって、まあまあ、サッカー界としてもそれはやりすぎだろうっていうところあると思うんですよ。その佳子ちゃんにしてしたとしても佳子ちゃんじゃなかったとしてもですよ。もう少し前に、その数日前に真子ちゃんらしき人物も歩いていました。だけどもまあ読んでみたけども何の返答もなくてということですね。で、まあもう時刻は20時前でしたので、もう早く本当に買い物行かなかったら晩ご飯買えなくなってしまいますんで、その金銭的な部分とかでもちょっともうゆとりがありませんし、まあ最近求人広告がありましたので、まあちょっと今日電話かけて、応募してみた、ところです。まあ、担当の方からの電話がかかってくるのを、待ってるという状態で、まあ、勤務時間がですね、まあ、夕方ぐらいから、23時ぐらいまでということで、土日祝日が休みという内容です。まあ、面接とか、まあ、通って、働けるようになったら、またそのことはお伝えしたいなと思います。まあ、それぐらいの時間帯だったら裁判とか、進めれるなと思いましたんで、まあ、こういう時期ですけども、ちょっと本当に金銭的に余裕が全然ありませんので、まあ、応募しましたと。まあ、こういう状況です。まあ、メタバース抽出場に関しても、政府の方も全然ですので、まあ、今、電波で小泉進次郎君の声で、ほんまやっていうような声が聞こえてきたんですけども、それも昔、言ってたような気がするんですよ。で、本当にエネルギーの残存問題に関して、ほとんどのことが、方法を停滞してるっ
っていうことを、皆さんご理解してください。まあその自民党としてその安倍さんとか岸田さん、まあ、菅さんとかが行っていたことがその風力発電とかにまあ力を入れるっていう形だったんですね。で太陽光パネルだったりだとかですけれども、あと他にも潮流発電とかもあるんですけども、必要とされるエネルギーには程遠いというのが現実的なところで、何を行わなければならないかというと、もう河川水門、海辺式ダム発電、もうこれが一番多くの電力を、生み出せますから、これを早急にしなければならないということにはなるんですが、とあと、かまど発電とメタンガス抽出場もこれこそ本当の三本の矢ですね。あとは節約の方は、自動車の生産を停止、オリンピックと万博を、なくす、でスポーツ業界に関しても編成をし直して、南から北に向かっての準拠は、日本で例えると、北半球の方で例えると、そういうことですね。日本と同じぐらいの気候のところで言いますと、そうすることによってエアコンとかをできるだけ使用されないようにすると。であと選手や監督コーチや関係者の人たちが移動するときの距離が順番に各都道府県を回っていくような形になりますので、費用的な負担もそうですし、エネルギーの、負担も、かなり軽減できますので、特にそれを世界中で行えばというところですね。編成に関しては、J リーグに関しては、だいぶ前からやってますけども、J1、J2 合併して、2リーグ12球団で1週間に4試合ぐらい行うような形で行って巡業したらいいんじゃないかと。それで試合数が大体合ってくるのと、もうこの少子化がついてきたこの状況下で、そういうふうな形で動かなかったらもう絶対無理設定なんですよ、最初から。であとは建設業界で余計な建物を建てさせないことと、あとエレベーターやエスカレーターのあるようなものを作らないこと、これらが節約のところで大きな柱となってくる分野なんですけども、誰も、相談相手はいないというのが現実的なところで、最後にこれは岸田さんや菅さんへのメッセージなんですけども、菅さんどうですかね、総裁選の途中ですけども、僕に会いに来れますか。でもし僕に声かけれなかったら菅さんどうなるんでしょう。であと岸田さんが総理辞めた後、その誰か話してどういうふうな状況になってるかっていうことを確認しなかったら僕としてもどうしようもないんですよ、状況がわからないので。で多くの人間はそういう状態ですので、その別に責任を追及するとかそういうことじゃなくて、状況は何がどうなってるかを直にあって話をしなかったら全然わかりませんので、その話をしたいというところです。あとは橋本徹さんですね。もう一度大阪維新の会として出馬していただけないかなというところですね。その何を見てるかって言ったら、人間性だとか、知識的なところもそうなんですけども、結局そのエネルギーの残留問題に向かって立ち向かえるかどうかの気合とか根性とかそういう部分ってものすごく重要だと思うんですよ、既得権益に関して。で多分橋本徹さんだったらそこを突破する方向で進めれるタイプの人間だと思ってますので、今までのその大阪維新が出来上がっていった時のその状況を見ると、あの時のその全力さ、そういったところを見ると私にはそう伺えるということです。ということで、本日は、これぐらいで、話締めくくりたいと思います。台風10号の、消滅だとか、その方向性で動いています。途中まで、の進路図、最初の方は兵庫県を直撃というか、まずは和歌山を通るような進路コースだったんですけども、台風10号ずっと西にそれで行ってたんですけども、その間関西とか
は晴れ間がずっと続いてまして、で、まあ、台風がこう西の方にこうそれていくような形で、今のところ九州のどうなんでしょうね、あの、まあ、いろんな進路図を見てるんですけども、まあ、今頃鹿児島に上陸してる頃だとは思うんですけども、鹿児島の少し西のところ海上に台風の中心のところがあるのかどうか、まあ、まあ、基本的に日本列島を縦断するときには山間部が多数ありますので、そこで、台風は反発力によって山によって、勢いっていうものは減少していきますので、まあ、風に関してはだいぶ取れてるはずですので、まあ大丈夫なんじゃないかなと思っています、ということです。まあ、まあ過去、まあ、過去様と言ったらいいのか、過去ちゃんと言ったらいいのか、過去さんと言ったらいいのか、まあその会った時にそういう言い方で呼んでた時がいろいろあるんですよ。昔で言うと過去ちゃんという立場で、まあ成年皇族になる前に、まあ、僕とこの辺りで、歩きながら話していた頃がと、その成年皇族になった後が佳子さんで、まあ表立っての言い方が、まあ、佳子様だとか、まあそういうふうな、使い分けをしているので、まあ、自分でもたまにこうどう呼べばいいかなっていうのはあります。まあ、本人とかは、まあ、どの読み方でもいいっていうことは、まあ、昔から言ってくれてるんですけども、まあ、まあ、佳子ちゃんとも早く会って話がしたいのと、まあ、結婚問題に関しても早く、まあ、裁判所でも、さまざまな人に、まあ、いろんなことは聞いてみたいですし、ホームページは愛警察権歴の15番のところに、まあ、思い出したときに、また名前書き上げたりとかしてるんですけども、まあ、佳子ちゃんの方は、手話甲子園2024年の方で、その、私の方からのメッセージで、各自どういうふうな経緯があったかっていうのを世間に全てフルオープンにするべきだっていう内容だとか、まあ、僕の提案で、まあ、例えば新海誠監督だったらさまざまな映画君の名はだとかいろんなものを作っていただきましたと、庵野さんは、シン・ゴジラだとか、まあ、ハリウッドではいろんな映画を、作っていただいてだとか、まあ、そういうふうな話で、ね、表立ってその民間人としてまあ、登場することによって後の世代の人たちへの、まあ、教訓だったりだとか、まあ、あとは特に自主的に車を乗るのをやめていただいたりだとか、みんな電車バス等でできるだけ移動しましょうだったりだとか、まあ、台風消滅の件とかそういうふうな内容に関しても多くの人が、理解するべきでしょうし、覚えるべきでしょうし、あとはまあその仕組みについてももう全て公開して、後の世代の人たちにそういう内容を、残していってあげると、まあ、こういうふうな、形が本当に望ましい。あとはまあ地震に対する対策だとか、エネルギーの残る問題、少子化とか、まあ、いっぱいありますけども、まあ、佳子ちゃんとはとにもかくにも、恋愛関係の話を早く話をしたい。で、まあ、明子ちゃんの件に関してなんですけども、まあ、だいぶ一線を、引くような形で、こちらとしても、ものを申し上げています。その、ボーイスカウトか何かの時に、佳子ちゃんが、まあみんなと一緒に仲良く入れますようにっていうことを書いていた。まあそれを昔僕は、秋篠宮家の人たちだとか、まあ成人様や雅子様に、まあその頃はまだ愛子ちゃんは生まれてなかった頃で、悠仁子もまだ生まれてなかった頃なんですけども、まあ基本的にそういう方たちに向けて送った言葉で、で、その
あの時のあきこちゃんの様子も正直変でしたし、全然返答してくれませんでしたし、でそれをして一体何が解決するのかっていうことを考えていて、歩いているのか歩いていないのか、まあまあ、まあ、ちょっとまあ一線を置くような形で僕は物事を見ています。で、まあ他の方がこの動画を見た時に皇室のものだからといって必ずしも正しいとは思わないでください。まあ今僕は求めてるそのレベルっていうものが、その対応能力といいましょうか、何をしなきゃならないかっていうところに関して 99.9% 以上の人ができてないんですよ。で、知識的なところで根本的に分かってないんですよ、エネルギーの残存量問題だとかを。で、その辺のところに関して、伝えていく人っていうのが未だにテレビ局でも、現れない。本当の人口の件に関しても、だからまあ自民党としてもそのもう言うに言えなくなってしまってる状況、それをしっかりと、どっかの党が、政権交代して、しっかりと言わなきゃならないという形になります。どうしても、まあ、かこちゃんへのメッセージだったんですが、どうしても、まあ、いろんなことを気にしながら生きてますので、こういう動画に、なってしまいました。で、まあ、昨日の晩だったんですけども、なかなか寝つけなくて、4時間寝たかどうかですね、今日。だからまあ、睡眠時間とかしっかり得るようになったら、僕の状況も変わると思うんですけども、まあ、パラリンピックに関しては、本当に請求かけませんので、もうそこはもう勘弁していただきたいっていう形ですね。その前の日はだいぶ眠れてるんですよ。だから9月5日の裁判に関しても、まあちょっとまあ不安なのは不安ですね。朝の10時、10分ぐらいからだったと思うんですけども、もう最悪ですよみたいな状態で、その裁判所に行かなきゃならないのかなというような状態ですから、本当に、だからまあ裁判所の対応の仕方もなんか変だなっては正直思っています。1日にその法廷が開かれている法廷は5件ぐらいしかないのに、15時ぐらいを申請すると、その時間帯にはどうこうみたいなこと、その担当の裁判官が、法廷がありますっていうことを言うんですよ。いや、まあ裁判官の方それに人数いらっしゃるのに、1日に開かれてる法廷がですよ、5件ぐらいなのに、そんなに埋まるわけないんですよ。で、一応その件に関しても僕は心の中で思った時に、その担当の書記官の人はバレたって言ってるんですけども、だからどういうふうな考え方なのかっていうのがよくわからないのと、あとはまあ9月5日を超えてから、その、まあ、11月ぐらいに、加古ちゃんに会いに行くと、その秋篠宮邸に、まあ、その時にお金があるかどうかっていうのもありますし、それと、まあ、何日に行けばいいのか、これは本当にわからないと。だからその件も含めて、またその時、もこちゃんを含めてちょっと相談しますね。またどうしましょう、テレビ朝日の受付の前に行くような形にします。その秋篠宮邸へ行った後テレビ局の方へ行って、で、まあその宿泊のに関しても大丈夫そうなところ、その事情とかホテルの人に話しといてもらって、本当にこの人いろんな危ない件に関わってますからっていうことも含めてですよ。
まあ、そのこともちょっと皆さん考慮しておいていただけたらなと思います。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。以上です。